こんにちは、美穂です。今日はね、ちょっと美容についてお話ししたいと思います。皆さん、まつげでメイクどうしてますか？私はね、まつげのメイクがマスカラがちょっと苦手で、最近はね、たまにしかマスカラしない感じになってたんですけど、近所にまつエクサロンがオープンしたんですね。で、そこね、もともとまつエクサロンじゃなくて、私が以前行ってたネイルサロンが同じ会社がまつげエクステも始めましたっていう風にメールが来てたので、お試しで行ってみました。で、まつエク自体過去にやったことはあるんですけど、もうね、最初にやったのは多分10年ぐらい前かな、10年以上になるかもしれない。それとあと最近では1年半ぐらい前に1回やったかな。それはそこと別のサロンでやったんですけど、その時もちょっと継続してやるっていう風にはねしなくて、で今回行ってきました。ちょっとね、ビフォアの動画を撮るの忘れてたんで、写真しかないです。で、サロンに行った時に、あ、ビフォア撮りますかってね、お姉さんが言ってくれたから、ちょっとね、右側だけつけちゃったのかな、その状態の写真見せます。はい、はい、こんな感じですね。で、サロンのアフターも撮ったんです。はい、ちょっと比較のやつ出しちゃいますね。で、今日はもうやってから3日目だから、ちょっとね、2、3本こっち取れたかもしれないけど、ちょっとアップ注意ですよ。アップ、こんな感じ。こんな感じで、つけてもらいました。つけまつげってなんかね、本当に進化してるんですね。びっくりした過去に2つのサロン私行ったことがあって、やってもらった時はなんかね、やっぱりね、めっちゃついてる感っていうか、なんかまつげ重たくなった、重っていうのがあったんですけど、なんかすごい自然な感じやし、軽い。あ、でも本数が少ないのかな。今回やったのは最高級の系なのかな、なんかで、80本つけました。80本で C カールっていうやつ、J カール、C カール、CC カールって多分あったのかな、なんか C カールのもので、で80本で、長さは目尻が長めのやつですね。洗濯が真ん中ぐらいまで11ミリぐらいで、目尻が13ミリになるようにつけてもらいました。一番長いので14ミリがあると思うんですけど、まあ13でいいかなって思って、でこれでもね、結構派手な方やと思うんですけど、私はね、そのつけまつげやるんやったら、どうせならね、やってるってね、自分でもわからないと意味がないと思ってるんで、派手やと思うけど、がっつりやってる感出ていいですって言って13ミリまでやってもらいました。で、久しぶりやったんですけど、ほんとね、今すごい良かった。これがね、長持ちしてくれたらね、すごい楽なんですけどね。で、注意事項をね、教えてもらったんですけど、まつ毛が長持ちする、それね、私が初めて聞いたこともあったんですよ。前のね、2つのサロンでは聞かなかったことでね、ちょっとね、紹介、まとめて紹介していきますね。はい、久々のね、まつエク体験でした。で、今回行ったお店はなんかそのオープン記念みたいなやつで、C カールの80本で、高級なんかミンコって書いてたかな、ちょっとすいません、適当なこと言ってるけど、その毛がね、80本で3000円でした。これ税込みだったんですよね。税込み3000円で行けました。で、1週間以内だったらお直しもしてくれます。はい、岡山の人ね、よかったら行ってみてください。これね、お店の紹介していいのかな、
ね、許可とか取ってないけどいいとは思うんですけど、ちょっとねまだわかんないっていうか、ちょっと自信ないから、コメントねくださったらね返信します。聞かれたら教えろっていうスタンスですいません。でもね、3000円ってどうなんやろ、めっちゃ安いんじゃないかな。80本、もう一回見せよう。うん、しっかりついてる感じありますよね。もっとね自然にももちろんできます。私はねがっつりでって言ったんで、はい、これがね税込み3000円でした。はい、今日はね久々に松エクしたよっていう話でした。はい、まつげエクステのやった後のケアを最初のね動画で撮ってたんですけど、なんかいまいち説明がうまく言えてなくて、後で自分で聞いたらなんか言い足りないところもあったりとか、言い間違えてたりすることもあったんで、もう一回ねちょっと別の日に撮ってます。で今日はまつげエクステをやってから1週間経ってますので、もう一回ねちょっとどんな状態なんか見せますね。アップ注意です。はい、こんな感じ、うん、こんな感じになってます。はい、でやった後の注意事項ね、このアフターケアをなんかね、この服裏地がねこうやって出てくるんですよ。そんな服ない。はい、あ、これ余談です、置いといて。はい、ですね、まずやってもらったその日当日なんですけど、最低5時間はここが水に濡れないようにしてくださいっていうことでした。接着剤でつけてるから水に濡れると、まあ、粘着力っていうか、なんかまあ弱くなる、弱い状態になってしまうので、それがあると、まあ、取れにくくなるっていうことですね。だからここにねグルーが完全に乾くのが24時間かかるっていう風に言われてるらしいんですよ。うん、なので、まあ、顔洗わないっていうの難しいかもしれないですけど、私はねぶっちゃけ目の周りはその日帰ってから朝までは洗わなかったんですよ。うん、で朝ちょっと洗います。うん、クレンジングですね。クレンジングはオイルのクレンジングを使うと、そのグルーがまあ溶けちゃうというか、そんな溶けるって言ったかな、まあそんな状態になるので、オイルクレンジングは使わないでくださいっていうことです。でクレンジングの種類によってはちゃんとマツエクしてても使えるっていう風に特徴として歌ってるものもあるので、クレンジングを使う人はねそれがいいと思います。うん、私は石鹸で落とせるメイクに切り替えていってて、今石鹸でやってたりとか、なので普通のオイルクレンジングとかも全然使ってないんですね。なのでまあ安心なんですけれども、オイルクレンジングを使ってる方はまつエクの間はお休みっていうことでケアしてください。はい、お風呂の入った時にシャワーで顔ガーってやったりする時あると思うんですけど、それだとめっちゃ水圧が強いから、つけまつげのね向きがねバサバサ変わったりとか、そのなんせすごい刺激が強いらしいんですね。だからシャワーの水を直接顔にかけたらダメっていうことです。水圧でねその接着が弱くなると、まあ、早く取れちゃう原因になります。お風呂から出た後は、まあ、当然ね濡れてると思うんですけれども、濡れてる状態が一番弱いらしいんですね。でその状態が長く続くとどんどん取れやすくなるので、ドライヤーの弱い風でバーッと短時間で乾かすっていうのがいいそうです。で私が使ってるドライヤーはダイソンのやつなんですけど、なんか結構ね風強いんですよ、一番ちっちゃくしても。だからねこうやって離して温度も低くして顔に当ててまつげのところ根元を乾かすようにしています。あと洗顔の後とかお風呂の後なんですけど、普通まあタオルでねこういう風にすると思うんですけど、タオルの繊維にエコステが引っかかったりとかするので、ティッシュでちょんちょんちょっと優しく拭いてくださいっていうことでした。タオルはねだから使わないから、ちょっとそれね注意やと思います。
メイクなんですけれども、あのビューラーとかあとホットビューラーはあの使わないでくださいということでした。でマスカラはあの特に使わないようにとは言われてはないんですけど、なんかやっぱりね洗う時もこうするし、私はまあ普段からほとんどマスカラしないようにしてるのでいいんですが、ちょっとねマスカラを使うのは心配かなっていう思います。うん、マスカラをね普段がっつりされる方は行かれた松江区のお店で説明を聞かれた方がいいかなっていうふうに思います。夜寝る時なんですけども、仰向けで寝てくださいということでした。まあ当然ね、あの下向きうつ伏せ寝にしたらねもうすぐあの つけまつげに悪いということは分かると思うんですけど、横向きもねあんまり良くないらしいです。うん、で横向きだとやっぱりこうね布団をかぶったりして、それがねなんかまつげがバラバラの向きになるっていう原因になるみたいで、私もねすごい真上で寝るように努力してるんですけど結構難しいですね。普段からね横向きの癖があって、 でも横向きでもね枕ここやしええんちゃうかなって思ってたら、結構ね布団かぶってました。うん、で朝になったら向きがねおかしくなったりしてて、ちょっと目に痛いっていうこともあったん でもし向きがねバラバラっていう風になってきたら、つけて1週間ぐらいだったらあのお直ししてくれるお店も多いと思うんですね。でそれもあるし、まつげのコームですね、まあ眉毛のコームのブラシでもいいと思うんですけど、それでねちょ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 ってやるとちゃんとねこういうね C カールの向きに整ってくるんで、そうするとあの目に入っていたいとかバラバラになってるっていう感じにはならなかったので、ちょっとねこう優しく根元をがっつりとかあの溶かすのはねあの取れる原因になると思うんですけど、シュッシュッって軽くねやるのはいいと思います。施術をしたすぐ後はこのね目の際のアイメイク粘膜あたりとかはしない方がいいっていうことでした。やっぱり粘膜のところをねこうこすったりすると、まあ、取れやすいのかな、そういう原因にもなるそうです。で施術から日が経った時もこの粘膜あたりとか目の際ギリギリ、まつげの生え際あたりをメイクする時はあのペンシルでゴリゴリやるんじゃなくて、筆になったアイライナー、なんか柔らかい筆になったアイライナーでシュシュシュってやるのがおすすめだそうです。うん、あとジェルもねあんまり推奨されてないみたいですね。ペンシルやジェルタイプより筆のアイライナーっていう風に教えてもらったんで、はい、私の久しぶりの松江区体験と長持ちさせるために教えていただいたケアについて紹介しました。ここまで動画をご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録もよかったらお願いします。バイバイ。